はい、それでは今から令和5年第1回担当資本試験、財務会計論の回答速報動画をお伝えさせていただきます。担当はレックスに越影山と申します。よろしくお願いします。はい、本日はですね、担当資本試験本当にお疲れ様でした。まあ、長いね1日が終わって、また息つく暇もなくですね、各予備校ですね回答速報が出て、おりましてですね、まあ早い方であればですねもう自己採点なんかをしてですね次に向けてのアプローチっていうものをですね考えておられる方も多いと思いますけれども、レクの方もですね財務会計、回答速報ですね出ましたので、まあ、簡単なですね、所感と、まあ、ざっくりとしたですね、回答をですね、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回のですね担当資本試験財務会計論はですね形式的にはですね、計算11題理論11題で総合問題がですね6題ということで、前回のですね担当資本試験と比較すると計算問題がですね1題減り、理論問題が1題、増えましたので、まあ、計算と理論のですね問題数が11題ずつで、まあ、割合としては1対1の出題になりました。はい、まあ、個人的にはこれぐらいのですね理論の出題があった方がいいんじゃないのかなというか、まあね、計算が多いとですね、時間がどうしても圧迫されますので、まあ、全体としてのバランスという意味ではですね、まあ、個人的にはこの計算と理論の出題の配分がいいんじゃないのかなとは思いました。はい、で、まあ、ざっくりとしたですね所感なんですけれども、これも前回前々回と同様ですね、理論問題および連結会計の総合問題は優しめな問題だったかなと思いますね。はい、ただ個別の計算の方はですね、まあ、前回と同じぐらいのですね難度だったのかなっていうところで、まあ、全体としてはですね、やはり、まあ、少し優しめの試験なのかなというところをですね感じました。はい、まあ、やはりですね理論問題が1台多くて計算問題が1台少なくなるとその分ですね受験生は、時間が生まれるので、そこでやはり計算問題にですねアプローチすることが、できるわけですよね。より時間をかけてアプローチすることができるんで、まあそういった意味でもですね、少し時間的な余裕が生まれたのかなっていうところと、やはり理論問題と総合問題が簡単っていうところでですね、個別問題のですね考える時間もやはりそこでもね生まれるんで、まあそういったですね、まあある意味ですねいい循環が、ね、回答者にとっていい循環が生まれて、まあ、ボーダーというのは多少上がってくるのかなとは想定されます。はい、で、各ですね問題の回答と正答可能性は、レックの、ね、会計士講座のホームページに、今ですね写している、表のですね PDF データがアップされていますので、はい、そちらの方ですね詳しく見ていただければと思います。はい、で、まあ、その中でもですね各問ごとにですね少しあの個別の計算理論総合とですね見ていきます。で、個別の計算はですね正答可能性項の問題が6題正答可能性中の問題が3題で正答可能性定の問題が2題、出ておりました。はい、まあその中でねどれくらい取ったらいいのかなというところなんですけれども、やはり正答可能性項の問題は6題中5題ぐらいは取りたいかなと。正答可能性中の問題はね、まあ、ここちょっと悩ましいところなんですけれども、まあ、1台できれば2台、取りたいなと、まあ、1台でもやむなしなのかなというところです。で、正答可能性定の2台ですね、本支店会計と建設協力金に関しては、まあ、ここは無視して構わないでしょうというところです。はい、で、それに対して理論ですね、理論は、まあ、11台中ですね正答可能性項の問題が10台で正答可能性中の問題が1台、まあ、これ収益認識ですね。またあとでもですね各問題の解説の中で、まあ、もう一個ね金融商品の問題も中にしてもよかったかもしれませんけれども、まあ、ちょっとねここでは項にさせてもらいました。まあその中で、10分の9、悪くても10分の8ですね。なので理論問題としては、悪くても11分の8取っていかなければきつかったのかなと思います。はい、で、総合問題はですね、6台、まあ、配点であれば4点、かける6台で、24点、まあ、ここは正答可能性4のところ、正答可能性項のところはね4台すべて取っていただきたいなと思います。で、まあ、中と定はね、まあ、ここは取れなくても仕方がないのかなっていうところで、点数をね集計していくと、まあ、概ねですね、まあ、140点前後に、おそらくボーダーはなるのかなと思います。200点満点中の、まあ、7割ですね、140点前後かなというところですね。できる方はね、ここから点数が上積みされていくかもしれませんけれども、まあ、全体のボーダーとしては140点、まあ、前後かなというところですね。はい、なので、まあ、7割をね確保してもらいたかったのかなと思いますし、まあ、やはりミスがね、少なくなればそれだけ点数が上がりますので、まあ、簡単な問題をねいかにミスせず、そして、まあ、正答可能性定のね問題は、スルーできたかっていうところがね、まあ、本当にポイントになってきたのかなと思います。はい、
まあね、今一度ちょっとですねボーダーの方ですね、まあ大体140点ぐらい7割前後というところになるかなと思います。はい、それではですね、まあ、簡単にですね各問題ごとですね、本当に簡単に解説をさせていただきます。では問題1から、ね、早速、ね、進めていきたいと思います。問題の1理論問題ですね、理論問題に関してはですね罰足を中心にちょっと解説をしていきますね。問題1ですね、あと以が罰で、まあ、あはですねもう情報提供機能が失われてしまうみたいな趣旨のですね、文言が、まあ、3行目にあるので、まあ、ここが罰ですね。はい、で、いはですねこの財務諸表数値がですね課税所得計算にですね全く参照されないかのような記述がいに見受けられますので、まあいも×ということで、まあここはもう絶対に正解してもらいたいところですね。はい、もうこの2つが明らかにですね間違いになりますので、はい、まあここはね正当化の成功、まあ、回答は、6番になります。はい、じゃあどんどんいきましょう。続いて、問題の2資産会計ですね。はい、問題の2はですねこれ間違いの選択肢がアで、これですね電力会社や鉄道会社などのですね、まあ、固定資産がですね大半を占めるような会社に関して流動固定の区分がないと、そんな記述がありますが、まあ、そんなことはありませんよと。はい、まあ、固定資産がね、多ければ、まあ、その固定性配列法というのがありますからね、固定資産の方をですね、まあ、順序的にはこう上に配置するっていう BS のね配列がありますから区別はないということはありませんということですね。はい、そして、あとは A ですかね、間違いとしては、ね、この割引減税価値をですね金融資産の評価や固定資産の減価償却に、用いているというですね選択がありますけれども、まあ、それも×ですね。はい、まあ、金融資産のですね、評価なんかに割引減税価値なんかですね入れてないですからここは罰ですよということです。はい、まあ、うとかだとねその混合的測定とかよくわかんないですね聞いたことがないような言葉も出てきますけれども、まああとえがね、明らかに誤りかなというところで、問いにもですねこれは正当化の成功で、正解をしたい問題かなというところです。はい、で、問いの3ですね、問題の3が本支店会計で、本支店会計に関しては基本的にこう切ってる人なんかも多いですし、まあ、時間をかけてもですねできない可能性がですね結構あるので、まあ、戦略的にはですねやっぱり取り組んでいないよっていう方が多かったと思いますし、まあ、個人的にもねこの問題の3、まあ、本支店会計自体ねこの問題自体はその本支店会計としてはそんなに難しい問題では正直ないんですけれども、ただ本番ということを考えればね、もう問題の3を飛ばして、まあ、切ってしまうっていうのが、正解のですねルートだったのかなと思います。はい、まあ、一応ねちょっと私の講義でお伝えしているような下書きだけはですねこう写しておきますので、はい、また復習の時にねちょっと参考にしてもらえればと思います。まあ、今日のこの本支店会計のポイントはですね、この外部売上のね86万3000円に原価率 80% をかけて外部売上の売上原価、そして、支店売上の、ね、4万9442ですね、まあ、付加利益率をですね、除いた、支店売上の売上原価4万1200をですね、算出して、本店のまあ外部仕入れの期末商品5万7000を求められたかどうかっていう、ここが一つポイントになったのかなと思います、ね。まあ、あとは未達がありますので未達を考慮して、内部利益をそれぞれ計算すれば OK だったのかなというところで、まあ、問われているのが売上総利益なので計算産量としてね何かそのね減価償却とか貸し倒れとかですね、そういったものが出てこないっていう意味ではまあそんなに計算量は多くなかったとは思いますけれども、たださっきも言った通りですね、まあとりあえず本支店会計はまあ基本的に飛ばしてしまって構わない論点ですから、まあここはまあできた方はね取り組んでできた方はまあラッキーというかねそれだけアドバンテージが得られたような、まあそういう問題だったんじゃないのかなと思います。はい、ただまあね別にできなくても元々の戦略的に飛ばすって、考えていた方が多いと思いますので、まあ、飛ばす方はね飛ばすって決めていた方は一切、手をつけずに、まあ、飛ばせたかどうかですよね。一切手をつけずに飛ばせたかどうか、ね。まあ、一応答えがね4番で、大体ですね答えがわからない問題って多くの受験生が3番か4番にするので、まあそういった意味ではねこの問題って、まあ、捨てたんだけれども合ってたっていう人もいたと思います。はい、では続いていきます。問題4ですね。まあ、最近流行りのというか、まあ、このね担当資本試験ではよく出てくるですね、流動資産のね、合計金額とか、まあ、固定資産の合計金額とかね、そういった類の問題になります。はい、でいきます。問題の4ですね。流動資産に、計上される合計金額ということで、まず資料の1番ですね、預金がですね3億7600万、あります。まあ、あと28万5000ありますけれども、それ普通預金と当座預金の内訳が示されているので、普通預金と当座預金はですねどちらも流動に区分しますので、この3億7628万5000は、流動になります。はい、そして、2番ですね、売掛金4195万5000あります。でその中で破産構成債権等で
翌期末にですねまでに回収されないことが明らかなものが93万含まれているんで、はい、この場合この破産構成債権等の93万は固定に行きますということは、この売掛金のうち流動に区分されるのが、4102万5000なんですね。4102万5000と、はい、で正常な債権で回収予定が×8 年の5月31日のものもありますが、まあ、これもね1年超えていますので、はい、固定というところですね。で、続いて時価の変動によって利益を得ることを目的とした上場 A 社株式ということで、これは売買目的の有価証券ですよね。で売買目的の有価証券は流動に区分しますので、5万株 ×530 で、はい、2650万が流動に行きます。はい、ですか。で4番の、満期保有目的の債権ですけれども、償還期限が半年後に来ますので1年基準で流動固定を分類しますが、まあ、これね1年以内に要は満期がですね到来するということなので、まあ、この当期末現在の償却原価というものが、ね流動下に区分されます、まあ、1年基準で、ね、流動にということ で当期末の、ね償却原価が2994万なんですね。はい、で、まあ、ここは流動に区分されますよと。で続いて5番、取引関係のある上場の C 社株式ですね、まあ、その他の目的ですかね、でその他の場合株式は、ね、固定になりますので、この5番は流動に区分されません。はい、で、6番は、ね、自己株式、自己株式もですね特に流動に区分されますので×になります。でここはまあ1年も集計しないよと。で、不動産を持っているというところですね、次のページいきますが、当期末に保有する不動産として次のものがあるということで、まず不動産 D ですね、本社として使用する不動産は、まあ、これ有形固定資産ということなので流動には区分されません。ただ不動産 E の方は販売目的で、保有しますので不動産 E はですね流動に区分されます。はい、棚卸さんですね。で、まあ、母価よりも賞味売却額は埋まっているので母価で評価しますが、不動産 G ですね、不動産 G は棚卸さんに振り返っています。棚卸さんに振り返っているんですけれども、母価よりもですね賞味売却額の方が下落していますので、賞味売却額はですね、2810万で評価していきます。失礼しましたね、2810万で評価していきます。はい、であと不動産 F は賃貸事業でということなので、はい、まあ、これは固定資産の方に入っていきますよね。ということで、まあ、今ねマークしたところとですね、横にメモを入れた部分を、合計していくと、回答が出てきます。はい、ですかね。すみません、先ほどねその他は正常の債権でありそのうち回収予定が×8 年5月31日のものとありますが、これごめんなさい、正常の債権なのでね、正常営業準価基準でこの178万流動ですね、さっき固定ってちょっと言ったような気がしますが、ごめんなさい、ここは流動になりますよね。はい、ね、だからまあここを別に、ね、その流動から取り除く必要はないということです。はい、これが4番で、まあ少しね、難しいかなと思いますので正当化なさは中にさせていただきました。まあ、集計項目が多いですからね、正当化なさは中になります。では続いていきます。問い5ですね、現金預金、まあ、ここはね、一応正当化なさは項にさせてもらったんですが、まあ、中でもいいのかなという気はします。はい、ですかね。だからまあここができなくてもそんなにまあ悲観する必要はないと思うんですけれども、ただ難しいものが含まれているわけじゃなくてね、ちょっと集計が多いので、まあ、少しそこでね、手間取ってしまってもミスしてしまっても、まあやや仕方がないのかなと思うんですけれども、はい、まあ、できれば正解したいですね。ではいきます。問われているのが、まあ、流動資産に区分されるね現金及び預金の金額ということで、はい、いきます。まずは1番ですね、得意先 A 社から受け取った小切手、35万、まあ、これはね、得意先から受け取って他人振り出し小切手ですから通貨代用証券で現金ですよね。はい、でこの先付け小切手は受け取り手形ですから現金とは関係がありませんと。で続いて当社定額資金前渡し制度を採用しており、まあ、その定額の前渡し金額が20万で、まあ、いくらか分ね当期に使ってるんですけども結局補充してるんで、この定額の20万というものがね小口現金として計上されると。はい、で、当座預金以外に以下の預金を保有しているということで、普通預金130万と定期預金のうち1年以内に満期が到来するものですね、決算日の翌日から数えて1年以内に満期が到来する150万、これ流動に入れていきます。はい、あと4番ですね、手元現金の
46万9000円が、まあこれが現金に入ります。何かそのね、雑損雑収入に関する資料がありますけれども、問われているのが流動に区分される現金及び預金で、まあ結局のところね、手元保有現金というものが BS に計上されるので、4番の資料というものはごちゃごちゃ考えていく必要がないということですよね。はい。で5番は、まあ、銀行勘定調整表的な、ね、ものを作って当座預金のね、真実の金額を求めていくということで、まあ、当社の当座預金水筒帳の残高が87万2000で、まあ、調整事項がですね3つあります。まあ、要は銀行残高のズレが3つあって、で当社の方で調整が必要なのが、この利息のね、引き落とし未記帳部分なので、この87万2000から4万5000引いてあげれば、まあ、あるべき当座預金の金額になります。これが82万7千かな。はい。あとのですね、引き出し未済、まあこれ見取り付けの6万と営業外預けるの9万3000は銀行側での調整項目になりますので、まあ一応検算してあげると銀行側でもね82万7千になりますよということで、はい、まあ、ここでマークしたものを合算してあげれば、回答が出てきます。これが3番ですかね。はい。ね、まあここもね集計項目が多いので、まあ多少ですね、まあミスしてしまっても仕方がない気はするんですけれども、まあちょっと個人的な期待も込めてね、ちょっと正解はしてもらいたいかなとは思います。なんとかね、ちょっと頑張ってやってもらいたいと。はい。で次問題6はまあ確実に正解が必要ですね。まあこれはもうね、一般債権、貸し倒れ懸念債権2種類と、あと破産構成債権等ですね、そこからね計上される貸し倒れ決定金をメモ入れてきましたので、まあこれはもう間違いは許されないと思ってください。特にひねりもありません。はい。テキストの説明通りですということで、まあ絶対正解が必要です。はい。では続いていきます。問題の7ですね。問題の7、棚卸資産の評価に関する会計基準からで、案はですね、これ後入先出し表が、採用されているかのですね選択肢だから、もうこれ完全に×と。で E はですね、これ市場を売却基準によって時価が観察できないときは、ね、合理的に算定された価格を使っていくんですね。ただこの E の選択肢だと取得権価を持って BS 価格とするとありますので、これは×ですね。合理的に算定された価格を、使っていきますので×ということで、はい。まあ、あとね、うと A ですね。あとというのはその他にね、うと A も簡単な選択肢なので、まあ別にも難しくはないですしね、後入れ先出しなんていうのはですね、もう絶対採用されてないわけですから、まあこれもね、基本的には正当化の成功で絶対正解が必要な問題だと思ってください。はい。ではどんどんいきましょう。次、繰延資産ですね。繰延資産はですね、あは、これ前払い費用の意義ですね、まあ継続して益務の提供を受けるっていうところから、あ、これ結果勘定的な話なのかなというふうにですね判断をして、まあ×を入れられればよかったのかなと思います。はい。であと絵ですね、絵に関してはこれ担当でよく出るんですけれども、まあ、創立費をですね、資本金とか資本準備金から減額することができるっていうやつで、まあこれ会社をだとできるってねされていますけれども、まあ基本的にはね、その実務対報告ではですね、これはできませんので、まあ、このね、繰延さんの会計処理に関する透明の取り扱いもこれ実務対報告ですから、はい、まあここも×ですよと。だからまあこれはね、過去よく出題されている内容で、まあ、一問一答の過去問なんかにも載っていたと思いますので、はい、まあ、ここはね正解が必要かなと思います。はい。別に難しくはないですね。講義でも指摘してさせていただいております。はい。では続いていきますね。キャッシュローに関する理論で、まあ、現金同等物ですね、ごめんなさい、あですね、あ、現金同等物にコマーシャルペーパーや売り出し条件付き原先公社債投資信託等がね含まれないってありますが、これ含まれますから×ですねと。はい。あとうですね、これも以前出たことがあります。まあ、法人税等にね、かかるキャッシュフローを発生原因に応じて3つの区分にそれぞれ分けて記載する方法との選択が認められていると。まあ、現行上はね、営業活動によるキャッシュフローの区分に一括記載ですけれども、まあ、他にね原因に応じて3つの区分に分けていきましょうっていうね方法の選択が認められるとありますが、そんな方法勉強してないですよね。はい。だから×ですと。で、まあ、他もね、 E も A も、まあ、特に A なんかめちゃくちゃ簡単ですから、まあ、このね、問題9も、まあ、仮に例えばね A の話を知らなかったとしても E と U と A からですね正解は導けるのかなと思います。はい。では続いていきます。問題10ですね。会計方針の変更や誤病の訂正に関するね、話で、はい、これもねちょっと前の本試験でかなり似たような問題が、出題されました。はい。問われているのが、まあ、当期ね、×4 年度決算なんですけれども、その前期ですね、×3 年度の PL の税引き前当期純利益に対する訴求適用及び修正再表示による影響額ですね、問われているのはですね、訴求適用及び修正再表示による影響額の合計が問われていると。はい。
で、資料1商品ですね。商品に関しては、先入れ先出しから総平均法に平均して、変更しており、でこれまあ会計方針の変更ですから過去に遡ります。この資料の2番に与えられているデータは×3 年度におけるデータなんですね。で、×3 年度の税引き前当期純利益に与える影響額ですから、これ、見ていくとですね、先入れ先出し法の場合はですね、売上原価が1万5700になります。はい、で総平均法の場合は売上原価が1万5800になって、総平均法の方がですね、売減が100多いんですね。売減が100多いということは、まあ、税引前当期純利益に与える影響は、ここマイナス100ですね、マイナス100になりますよと。はい、ですか。で次、固定資産。固定資産の備品ですね。固定資産の、備品に関しては会計上の、見積もりの変更と、ね、区別することが困難な場合ということで、まあ、減価償却方法の変更なんですけれども、減価償却方法の変更というのはですね、会計上の見積もりの変更と区別することが困難な場合に、該当していきます。とするとですね、この会計上の見積もりの変更と、区別することが困難な場合というのは、これですね、見積もりの変更として処理していくんですね。過去に遡らないんですよ。で、過去に遡らないということは、×4 年度から見て過去である×3 年度の PL に影響は及ぼさないということなので、この資料2の1の備品のデータというのはダミーデータですね。はい、だからここからは影響額ゼロになりますね。会計上の、ね、見積もりの変更と会計方針の変更を区別することが困難な場合に該当する場合はですね、見積もりの変更同様の処理していきますからね。はい、だからここは影響額ゼロですと。で次ですね、リース資産に関してはこれ誤病の訂正をしていかなければいけません。誤病の訂正、つまり修正再表示を施していかなければいけません。もともとですね、所有権移転ファイナンスリース取引に該当すると判断していたんだけれども、これですね、当該リース取引の分類についての判断ミスが発見され、本当は移転外なんですよと。だから、まあ、移転だったものを移転外のですね、数値に修正していかなければいけないと、ね、はい。で、所有権移転で計算した減価償却費っていうのは自己所有のね、資産の減価償却費と同じように計算するんで、まあ、8000×0.9÷8年、8000×0.9÷8年で、まあ、前期所有権移転と思って、まあ、書きましょうかね、900の減価償却費として計算していたんですけれども、まあ、これはね、リース取引の分類による判断ミスによって本当は所有権移転外だったからね、間違えてるわけですよ。だから前期も所有権移転外として、処理をしていかなければいけませんでした。で、所有権移転外の場合は残存価格がゼロで耐用年数をリース期間として減価償却計算するので、それで減価償却計算すると8000割るリース期間が5年で、1600ですね。はい、1600なので、減価償却費が所有権移転だと900、所有権移転外だと1600で、減価償却費が700増えるんですよね。ということは、まあ、利益に当たる影響はマイナス700と、はいですね。なので備品の減価償却に関する、修正再表示の700と、会計方針の変更に伴う訴求適用で、100ですね、利益に影響を与えるので、まあ、共にマイナスの影響ですから、マイナス800の利益への影響を2番が回答になります。はい、まあ、ここもですね、まあ、難しくはないですし、ね、類似問題っていうのをですね、おそらく解いているはずですから、まあ、ここは正解が必要かなと思います。はい、それではいきます。問題11、収益認識。まあ、これ理論で唯一ですね、正当化の折衷の、まあ、少し難しい問題になりますし、まあ、ここはまあ正解できなくても正直仕方がないかなと思いますので、まあ、ここはまあ間違ってしまってもね、別に何も、なんだろう、まあ、悔やむ必要はないって言ったら変ですけれども、まあ、仕方がない問題なのかなというところです。はい、でまず、あとうは丸なんですね。で、まあ、このあたりもね、ちょっとその丸って判断するのが難しかったかもしれないんですよ。で、明らかに判断できるものがいなんですね。履行義務が一時点で充足される場合、資産に対する支配を、顧客に移転することにより当該履行義務が充足されたときに、収益を認識すると、まあ、ここまでやってます。で、ここで資産に対する支配を顧客に移転した時点とは、顧客に向けて資産を出荷したときを言うとありますけども、資産が出荷してもですね、顧客は支配獲得しないですからね。はい、まあ、そもそもね、出荷基準が原則的に認められないわけですから、まあ、そういった意味でも E は確実に×をつけなければいけません。ということで E がまあ絶対×ってのは分かると思うんですよ。ですし分からなければいけないんで、そうすると、まあ、1、4、5が消えるんですね。なんで少なくとも2、3、6の3択にはまあ絞ってほしかったかなというところなんですね。2、3、6の3択には、はい。で、あとね、誤りは A なんですよね。有償支給取引によって企業が支給品を買い戻す義務を負っていない場合にはですね、支給品の譲渡時に収益を認識するがとありますが、これ収益を認識しません。
消滅は認識するんですけれども収益は認識しません。で買い戻す義務を負っている場合には、当該支給品の譲渡時に収益を認識してはならないと、ありますが、有償支給取引の場合ですね、買い戻す義務を負っていなくても負っていても収益は認識しないんですよ、ね。はい、だからまあここが罰なんですけれども、まあ、ここはですね講義でも扱っていないところになりますので、まあ、知らなくても仕方がないというところですね。まあ、意をですね罰足に、まあ、うがねなんとなく合ってるかなっていう判断はできるかなと思うんですよ、ね。まあ、そのあたりをちょっとですね皮切りになんとか、まあ、正解を導けたら OK かなと思いますし、まあ、さっきも言った通り、まあ、ここに関してはまあ仮に間違ってしまってもまあいいのかなというところではあります。はい、では続いていきます。問題12、有価証券に関して、まあ、これは絶対に正解が必要な問題で特に解説もいらないぐらいな問題ですかね。はい、特にまあ解説する内容ありませんので、まあ、問題12ですね、税引き前登記純利益に当たる影響額ですね、各有価証券に関してですね表の左側にですね金額だけメモを入れていきましたので、またねちょっと復習の際には参考にしてもらえればと思います。はい、では続いていきます。問題13ですね、金融商品に関する理論で、まあ、ここをですね、まあ、敷いてあげれば正当可能性中にしてもよかったのかなと思います。一応ですね公表されている、PDF データの方では正当可能性はこうになっていますけれども、うん、まあ中でもまあいいかなっていうぐらいなので、まあ、理論でここをね、まあ、間違えてしまっても仕方がないかなとは思うんですよ。ただまあ罰足は結構明らかなんですよ。罰足は結構明らかで、うとえが罰なんですね。だからまあいがね若干こうね、割引に関する、話で少しねこう迷うところかもしれませんけれども、ただうといがね結構まあ罰っていうのを判断できるので、まあ、そこからね、まあいが丸なんだっていう判断を、できたらよかったかなと思います。まあ、特にいは絶対罰を入れられるはずなんですよ。はい、償却原価法の場合はですね、その貸取決定権を控除しないとありますけども、償却原価法適用するようなですね状況だっても償却原価からさらにですね貸取決定権を控除した額がBS 価格になりますよと、ね。はい、この売掛金受取手形貸付金その他債権の BS 価格の話ですね。償却原価法適用した資産貸引ちゃんと控除しますからね。はい、で今その償却原価法の説明なんです。で償却原価法ですね、その償却額をですね、使途原価に加減算するというところなんですが、その加減算額をですね評価損益に含めて処理するってありますが、そんなことしないですよね。はい、ね、だからまあここも計算で明らかに×なので、まあ、一応うといが明らかに×っていうのはつけられるんですよね。はい、ただまあねこの「あ」とか「いい」とかねあんまり見たことがないようなものだと思いますし、まあ、今一応レジュメにあるんですけど、はい、だからまあこの辺りでちょっとねこう戸惑ってしまってもおかしくなかったかなというところで、まあ正当可能性こうなんだけれどもちょっと中寄りのこうみたいなイメージを持ってもらえればいいかなと思います。はい、で、続いてが建設協力金、まあ、これはもう完全に正当可能性定ですね。まあ、本試験でね少し前にも出てはいるんですけれども講義で扱っていないので、まあここはもう無視して構わないところです。まあ、見たことないなということで飛ばしてもらえればそれでもうね全然良かったかなと思います。はい、まあ、一応ちょっとね説明だけしておくとですか、まあ、この元利金の、ね、割引現在価値を長期貸付金で置いていくんですね、この建設協力金って、ね、だから元利金っていうと、ここ年利率 2% の複利でですね元本の返済と合わせて一括して受け取るっていうこととしているので、はい、なので 1.02×75 で、3年ですかね、期間3年なので元利金合計がですね、79万5906ですね。でその割引現在価値、で適用すべき割引率年 5% ですから ×0.8638 ですね。でそうするとですね、まあ、四捨五入してこの687,504が長期貸付金ですね。で75万との差額が長期前払い家賃になります、ね。はい、で、受け取り利息は、ね、この687,504に、5% かけたもの、ね、ですか。はい、34375、ね。で、受け取り、ね、失礼しました、支払い家賃の方が支払い賃料の方が62496を3年で割ってあげた金額なんですね。はい、これが28,320ということなので、まあ、別に講義でやってないのでね、今本当にただ数字を出すためだけのですね話をしていて、そのね内容とかの話は一切していませんけれども、まあ、一応このね、元利金の将来キャッシュフローの割引現在価値を長期貸付金に置いてあげて、ここに 5% かけた金額が、受け取り利息で
でこの長期前払い家賃、62496を3年で割ってあげると、支払い家賃が出てきますと、ね、まあ、そこだけですね。なので、まあ、あとは別にその、ね、内容自体はテキストの方で見てもらえればと思いますし、まあ、別に、正直重要性が高いものではないので、別に見る必要はないですね。まあ、とにかく飛ばしてしまって全然良かった問題です。はい、それでは続いていきます。リース、リースの理論ですね。リースの理論で、あは、貸し手のですね、リース債権、リース投資資産の、BS の分類なんですが、まあ、1年基準ってありますけれどもね、まず正常営業循環基準でしたよね。まあ、借り手の、ね、リース債務は1年基準で判断しますが、貸し手の場合はまずね、正常営業循環基準で、そこからね、さらに1年基準という流れになりますので、まあ、1年基準だけによってね、流動固定を判断すると、それをね、あは×になります。はい、で次 E ですね。 E は土地に関するですね、リースで、土地のですね、リースはすべてオペレーティングリース取引とみなされるとありますけれども、所有権転譲や割安購入選択権が付されており、その行使が確実な場合っていうのは、一応所有権移転のファイナンスリース取引っていう選択がありますからね、所有権移転外のファイナンスリース取引っていう余地がないだけだって、所有権移転のファイナンスリースの余地はありますので、すべてオペレーティングっていう選択肢は×になります。はい、では続いていきますね。次は親会社が子会社の従業員にストックオプションを付与する取引ですね。まあ、ここはね、ちょっと正当化の説中にはさせてもらいましたが、別にここは逆にこうでもいいところですよ。ちゃんとですね、理論のレジュメの中に計算処理も含めてですね、扱っていますので、別に難しくはないんですが、一応簿記のテキストに載っていないというところで注意させてもらいました。多分解ける人は解けると思います。全然余裕で解けると思います。はい。で、問われているのは、バツ3年3月期の個別に計上される株式報酬費用と、バツ3年3月期の連結に計上される株式報酬費用で、まあ、これ同じなんですよね。全く同じですね。810万、まあ、この810万というのは普通のストックオプションですよ。普通に、ただストックオプションを付与するっていう取引を考えてもらえればいいので、ですか。P 社の個別に計上される株式報酬費用と連結上の株式報酬費用同じですね。はい。ですので、まあね、これは論文なんかだとね、対価性が問題になるとかっていう話でですね、いろいろ議論はありますけれども、まあ、計算っていう意味ではね、その個別と連結で株式報酬費用の金額は、変わりませんよということで、まあ、これレジュメでやってるんで、知っていればもう一瞬ですね、でめちゃくちゃ簡単なストックオプションの計算で両方がですね、回答を出せるんで、はい、まあ、そこに関してはもう知識で知ってるかどうかですよね。はい、一応ね、レジュメの方でやっていますので、まあ、簿記のテキスト載ってないということで正当な説は注意させてもらいましたが、まあ、これは、ね、できる人は本当にできるんだと思ってください。はい、それでは続いていきます。問題17ですね。17は、まあ、税効果と資本上記に関する話で、まあ、投資の一時債が出ていますので、ちょっと正当可能性の方で注意させていただきました。はい、状況としては×1 年3月31日に S 社株式の 100% を10万で取得していると。で、まあ、その後ですね、バツ6年3月上旬に約会において S 社株式の 20% を売却する意思決定を行って、で、予定通りなのかな、これはね、バツ6年4月1日、まあ、バツ6年度に売却していると、ね、はい、でバツ5年度の3月に売却の意思決定を行っていますので、ここで投資の一時債を認識していきます。この問題問われているのはですね、バツ6年3月期なので、まあ、これは要はバツ5年度ですね。バツ5年度の繰延税金負債と、まあ、バツ7年3月期、つまりバツ6年度の資本上記の金額が問われていると。でやっぱりね、ここはね、厄介においてS 社株式 20% を売却する意思決定を行ったっていうことですからね、投資の一時債で予定通り売却されたと。なので、まあ、売却されればね、資本上金が動きますから、この×7 年3月期の資本上金は、まあ、売却に伴う資本上金の、ね、変動というものが問われているんだと思ってください。はい、で、まあ、この×6 年の、ね、3月の資本の状況っていうのは、ですか、まあ、これね、×6 年3月期における利益上金のですね、残高が13万5000なので、ちょっとタイムテーブル的にね、この×6 年の3月期っていうのを書くとすれば、資本金が2万 で利益剰余金の残高が13万5千ですよね。で資本合計が15万5千、これが、まあ、子会社 S 社の資本合計ですよね。バツ6年3月期でここで、まあ、20% 売却の意思決定をするわけですね。
とすると投資の一時債として 20% 部分だけ、まあ、将来的に債が解消されるめどが立ったので債解消期が分かるってことはそこで投資の一時債を把握していきます。ただ 20% 部分ですからね。なので15万5千の、20%、 これが3万1千、はい、まあ、かける20%で3万1000ですよね。これが連結上の売却母価で、それに対して個別上はもともと 100% を10万で取得してるんで、そのうちの 20% ね、はい、個別上の売却母価がこれ2万ですね、はい、連結上の売却母価が3万1000、個別上の売却母価が2万で、この差が、まあ、要は1万1000ですね。1万1000で、ここに、税率 30% をかけてあげると、はい、投資の一時債に、起因する繰延税金負債の金額3300を求めることができます。はい、3300ですね。なのでまず135には絞れるんですね。ただ皆さん的には多分この投資の一時債を求めるっていうよりはこっちの資本上記の方が簡単だったのかなと思いますね。はい、からもし投資の一時債がよくわからないっていう方も、まあ、実際の、ね、売却に伴って資本上限がどれだけ増減するのかっていうところである程度回答は絞れると思うんですよ。はい、で翌期で実際に4万で売却しますよということで、ですか、まあ、今3万1000のものを4万で売却してますね。3万1000のものを4万で売却してます。3万1000のものを4万で売却してるんで差額9000、差額9000が資本上金なんですが、ただ、まあ、税金部分考慮していかなければいけません。法人税等をですね、30% 部分調整をしていかなければいけないので法人税等の修正ですね。はい、なので3万1000のものを4万で売却してるんで差額9000が出ますけれども、そのうち 30% は法人税等の修正をしていきますので、9000の7割部分の6300が資本上金になると。はい、なのでまあ、投資の一時債よくわかんないよっていう方もこの資本剰余金の額からですね、まあ、1番2番の2択ぐらいに絞ることができればよかったのかなと思うんですよ。まあ、ただね、ここもその9000の資本剰余金から 30% 部分の法人税等の、ね、修正を差し引いていかなければいけないっていうところでですね、また引っかかっちゃった人もいると思うんで、まあ、ひょっとしたらね3番4番の9000の方で回答の軸を作ったっていう方もいると思います。はい、ですかね。なので、まあ、ちょっとね投資の一時債なのでカバー、ね、されていない方もいるかもしれませんが、まあ、なんとかねこの売却に伴う資本剰余金のところからですね法人税との修正はなんとかそこはですね気づいて、1番2番の2択にして回答を絞り込めたかどうかっていうところがね一つポイントにはなってきました。当然投資の一時債がね全然できるよっていう方は、まあ、それでねかなり、正当可能性というものは上がったんだと思います。はい、では続いていきます。問題18は連結の理論ですかね。はい、連結の理論で間違ってるのが E と A ですかね。 E はですねこれ持ち分法の、段階取得になります。持ち分法の段階取得で、持ち分法の段階取得はですねその影響力を獲得した時点における時間によって一括して土地投資の再評価を行うということはしないんですよね。要は連結の時の段階取得とは違うわけですよ。連結の時の段階取得って支配獲得日の時価で全部一括してね、評価をするんですけども、持ち分法の段階取得は要は取得原価の積み上げですから、ね、要は影響力を取得した時のですね、評価額みたいなもので一括して評価をするなんてことはしないわけですね。はい、だから E は×になります。はい、で A はですね支配継続バージョンの持ち分変動、まあ、一部売却の時にのれんを減額するってありますがそんなことはしないですよねということで A も×になります。はい、だからまあここもですね難しくはないですよね。まあ、計算でちゃんとね持ち分法のですね原則をやっていれば全然すんなり分からなければいけないというところになります。はい、では次いきます。問題19セグメント、このセグメントの理論もですね、まあ、セグメントっていうとちょっとマイナーなイメージを持ちたれがちですが、ただセグメント理論の中ではかなりメジャーなものが出ております。はい、いきます。まず E ですね。 E はセグメント別の売上高には事業セグメント間の内部売上を開示することは求められないとありますけども、そんなことないですよね。セグメント間の売上はセグメントの売上情報として求めていきますからね。はい、セグメント内だったら聞きますよ。セグメント内だったらね、これがセグメント内の売上だったらセグメントの売上にはいらないですけれども、セグメント間ですからね、セグメント間ですからこれはセグメントの成績に入れていこうって話でした。はい、で次 A ですね。 A はこれ×で、セグメント情報っていうのは
財務諸表を作成するために採用された会計方針に準拠した測定方法に基づくってありますが、そうじゃないですよね。我が国のセグメントってのはマネジメントアプローチによって、財務省の作成とですね異なる処理方法なんかを使ってセグメント情報を作り込むことができるんで、はい、だから A は×なんだよと、ね。まあ、ただね、そういったあの会計、財務省を作成するための、ね、会計方針の異なる、ルールでセグメント情報を作ることができるんで、まあ、その、ね、比較可能性を確保するために、まあ、この UNO の選択肢のようなですね、製品サービスに関する情報や地域に関する情報や主要な顧客に関する情報っていうものは、通常の、ね、財務省を作成するための会計処理に基づかなければいけないということでしたよね。だから、まあ、復習の観点からするとこの A と U ってものをですね、こうリンクさせて考えていくといいでしょう、ね。マネジメントアプローチの、ね、比較可能性を確保するためにですね、一部財務省を作成するために採用した会計処理に基づく数値によって開示するような、ね、情報もありますよということです。はい、では続いていきます。次は問い20の減損ですね。減損、はい、まあ、これもまあ簡単ですかね。やっぱり理論は本当に今回簡単かなと正直思います。A、×ですね。のれんを含むより大きな単位でグルーピングを行った場合に減損損失を認識するかどうかを判定する際、のれんを含まない各資産グループにおいて算定された減損損失控除前の母価にのれんを入れて、のれんの金額を入れて、割引前の将来キャッシュフローの総額と比較するとあります、ね。このA の選択肢だと結局のれんの金額を入れずに割引前の将来キャッシュローと比較してるんで、これ×ですということですね。はい、で U はですね、減損損失の認識を判定する、認識するかどうかの判定を行う時の使用価値の算定における将来キャッシュローの見積もり、最貧帳と期待帳の選択適用なんですけれども、本当はね、本当はでも U は、期待帳しかダメですよって書いてあります。はい、だから×ですね。最貧帳と期待帳の選択適用でしたということです。はい、では続いていきます。問い21、持ち分法の成果連結ですね。はい、持ち分母の成果連結もね、きちっとテキストなんかでやっていますし、問題集もありますので、これもね、正解が必須だったと考えられますし、まあ、少なくともレクセルであればできてほしかった問題ですね。はい、で今回ですね、T 社が投資会社で A 社が持ち分母適用会社になります。で、アップストリームとダウンストリームともにですね、行われているんですけれども、問われているのが繰延税金資産の金額ですね。繰延税金資産の金額になります。でアップの場合って持ち分法適用関連会社である A 社が個別上は税効果をですね適用しているはずなんですけれども、で持ち分法適用関連会社の A 社の財務諸表は合算しないので、 A 社の法帳とか繰延税金資産とかをいじれないんですよね。はい、だから連結上、ね、投資勘定と持ち分法による投資損益で税効果調整していくわけですよ、アップの場合はね。はい、なのでアップの方からは繰延税金資産発生しないんですね。でそれだしダウンの方はですね、売却元である T 社が税効果適用してるんで、 T 社の繰延税金資産や法帳を修正することができます。はい、したがってダウンで A 社が持っている未実現損益込みの4800の商品の中から、未実現損益を抽出するとこれ800なんですよね。800の未実現損益、ね、で持ち分割合が 25% で、そこに税率 30% かけると、はい、これ60になるんですね。60が繰延税金資産と、そうですね、はい、未実現損益に持ち分割合かけますよね。あのこれ持ち分法ですから、でそこに税率かけてあげると、繰延税金資産の金額が求められます。いいですか、まあ、繰り返しになりますけれども、ダウンの場合はね、 T 社が、税効果適用するんでね、 T 社の法人税等調整額と繰延税金資産を修正できるわけですよ。アップの場合は A 社の財務省合算しないわけですからね、だから A 社の法帳とか繰延税金資産は調整できないということで、まあ、持ち分法の大原則である、持ち分法による投資損益とね、投資勘定で調整をするんで、回答上求められている繰延税金資産の金額には影響がないということです。はい、もうこれもね、知ってれば非常に優しい問題です。では個別問題最後ですね。株式移転、まあ、これも何のひねりもない株式、移転じゃなくてごめんなさい、株式交換ですね。何のひねりもない株式交換取引になります。はい、もうデッキーさんの説明通りですかね、本当にひねりないですね。で、まあ、今回ですね、 A 社と B 社が発行済み株式総数ともに10万株 で、 A 社がね完全親会社、 B 社が完全子会社になる、株式交換を行ったと。で首都企業は A 社ですよと。でそうするとですね、 A 社が親会社になるんで、 A 社が B 社の株主に株式を交付するわけですよね。で B 社の株主何株持っていたかっていうと、まあ、10万株が、ね、B 社の発行済み株式総数なんですけれども、そのうち1万株はですね、 A 社自身が B 社株式を持ってるんで、そこには株式交付しないんですよね。はい、ですんで B 社の株主に交付する株式数っていうのは何株かっていうと、
まず自分以外の B 社の株主が保有している株式が9万株で、これですね、株式交換比率が1対 0.5 になりますので、はい、ここに 0.5 かけてあげると、 A 社が B 社の株主に交付する A 社株式は4万5000株になるんですよ、ね、ですか、はい、株式、ね、交換比率はこの A 社30対 B 社15ですからね、交換比率が1対 0.5 ですから、はい、だからまあ B 社の株式に比べて A 社のですね、株式はね半分でですね、投下交換ができるという状況ですよね、はい、だから4万5000株の A 社株式を B 社の株主に交付します。でその時のですね、 A 社株式の株価が単価30なので、まあ、4万5000かける単価30で、これがいくらかな、4万5000かける30135万か、135万が 90% 部分の取得原価になります。 90% 部分、はい、まあもともと 10% は自分が持ってるわけですからね。で今回問われてるのが、連結上の金額が問われてるんで、連結上の取得原価は、まあ 90% 分の時価が135万であれば 100% 分の時価は150万ですよね。連結上は支配獲得日の時価で全て一括して評価するんでね、だから150万で B 社を取得するパーチェスを適用するわけですよ、ね、はい。で、B 社をですね取り入れるわけですね。この取得原価を配分するわけですけれども、B 社はですね BS に計上されてない識別可能な無形資産が22万5000ありますので、まあ、22万5000を入れて、あとはまあ僕家と時価が乖離していないということなので、そのまま B 社を取得してきますね。ここですね、はい、でこう取得すると B 社の金額っていうのが、136万5000になります。で、まあ、136万5000のものを150万で取得するので、のれんが13万5000出てるということですね。はい、で3番回答になります。はい、まあ、今回答プロセス一通り追ってきましたが、もうこれテキストの説明通りの本当にね優しい問題ですから、はい、必ず正解が必要な問題だと思ってください。はい、そして最後は連結会計の総合問題になります。総合問題はですね、ですね、まあ、問28は、まあ、これは正解できなくても仕方がないかなと思います、まあ、あとはですね、問24の、まあ、資産合計、まあ、これもね少し前に出たんですけれども2回目かな、まあ、ここもやはりねミスしてしまっても仕方がないところなのかなと思うんですけれども、23、25、26、27は、まあ、これは正解できますからね、これ正解してほしいですというか正解しなければいけないんだと思ってください。はい、そこで、まあ、ちょっと一応タイムテーブルね簡単に作りましたので、ここからですね、回答数値拾ってくると、まず23はね ×1 年度ののれんですよね、のれんは、まあ、2000でそのままこれですよね、これ引っ張ってこれば OK と。あ、はい、で20にちょっと一旦飛ばします。で25はですね、×2 年度の利益剰余金、利益剰余金ですよね、で×2 年度なので、P 社の利益剰余金が10万、これ青でいきますかね、 P 社の利益剰余金が10万、で10万に、はい、タイムテーブル矢印上とのれんの償却を引いていけば OK ですよね。で、まあ、10万プラス1万5200マイナス190、10万プラス1万5200マイナス190で、11万5010、4番、はい、で次ですね、問題26の川町、×2 年度の川町は、はい、まあ、これは9600に190、これですね、はい、マイナス9790、マイナス9790で、2番ですかね、はい、で ×2 年度の非支配株主持分はこの11万7000に、20% かけてあげると。でこれで、2万3400ですね。で3番、ね、はい、で、残ったちょっと問題24と問題28いきますが、問題24は、まあ、資産合計の金額が問われております。で、これ ×1 年度の資産合計ですよね、はい、なので P 社の資産が、まあ、これ記録できますかね、96万 で S 社の資産が1400セントルで、その時のレートが1ドル100円です。ただ評価差額加味していかなければいけないんですね。で土地の、時価が
これ800千ドルになりますので、まあ、ここちょっとねポイントではありますよね。だから土地を800千ドルとして 1600×100 ドル、1ドル100円ですね、ごめんなさい、1600ドル ×1 ドル100円ですね。評価差額分ね加えてあげて1600千ドル ×1 ドル100円の16万ですかね。はい、16万ですよ。であとのれんを含むということなので、まあのれんの金額はですね、まあこれ問題23のね、まあ回答部分なんですが、のれんが2000ありますと、ね、ですか。でただあとですね、これ引っ掛けポイントですよ。のれん2000入れるんだけれども、 この P 社が保有する S 社株式は連結上投資と使用の総裁承継で消えてしまうんで、この9万は消していきますとなると、96万足す16万ですね。そこに、のれんの2000を加えて、あとは P 社の保有する S 社株式を引いていきます。はい、まあそうすると103万2000の5番になります。もう一回いきますよ、P 社の96万に評価差額込みのS 社16万、換算後ですね、96万プラス16万、あとのれんの金額2000入れていきプラス2000、あとは、投資と使用の総裁承継で消されてしまう P 社の保有する S 社株式を9万引いていくと、はい、103万2000になります。まあこれでもねちょっと難しいかなと思います。ポイントとしては評価差額を入れるっていうことと、まあ、この9万を引いていくっていうことで、はい、まあ若干ね難しかったかなとは思いますので、まあ絶対正解が必要とは言えません。では最後ね、利益剰余金じゃなくて失礼しました、当期純利益ね、はい、まあこれもね、難しいというか、まあ、ここは正解できなくてもね、仕方がないところで、はい、まず親会社 P 社の当期純利益が利益剰余金の増加額の16万ですね、16万、まあ、これがベースになります。であとはタイムテーブルからね引っ張ってくるところとして、今回ね、これも引っ掛けポイントなんですけれども、親会社株主に帰属する当期純利益ではなくて、当期純利益ですからね。で連結上の当期純利益って、親会社株主に帰属する当期純利益と非支配株主に帰属する当期純利益が合わさったものですからね、親株利益でも非株利益でもなくて、その合算値ですからね。連結 PL でいうと、まあその下から3行目ぐらいのところですね、まあ、連結 PL って当期純利益があって、次非株の、ね、利益があって、最後ね親株の利益があります、その親株利益と非株利益が合わさった、ね、当期純利益が聞かれているんですね。はい、ということはちょっと戻りますよ。ベースは、利益剰余金の増加額16万でしょ。でタイムテーブル矢印なんですが、今回非株の利益も合わせていきますので、ここ両方とも合算しておくわけですよ。両方とも合算していきます。でこれがまあ1万1000ですね、1万1000。であとのれんの焼却が220あるんで、これ引いていきます。ちょっと赤のね丸でいろいろと他のね回答要素と被ってしまって申し訳ないんですけれども、この220引いていきます。であとはね、売却の修正部分をですね考慮していかなければいけません。はい、この問題ですね、連結除外しているんですよね。 80% を売却して 0% の、ね、保有になっている。でその時ですね、個別帳と連結帳でどれだけ売却の、ね、修正額が出ているのかというと、個別帳はですね9万のものを16万8000で売っているので、7万8000の売却益なんですよ、個別帳は。はい、でも連結帳はですね14万5920のものを16万8000で売っているので、まあ、2万2080の益が出るんですけれども、川帳を取り崩していかなければいけません。で今回ですね、支配喪失バージョンの一部売却になりますので、のれんの川帳も合わせて取り崩します。そうすると連結帳の売却益が 54,410 になるんですね。でも個別帳の売却益が 78,000 なので、連結帳の売却益 54,410 に 23,590 修正しなければいけないんですね。はい、かね、まあ、通常の支配喪失バージョンの一部売却ですが、まあ、ちょっと全部売却するっていうことで、ね、見慣れなかったと思いますので、ここはちょっと難しかったんじゃないのかなとは思います。はい、ただ資本の川帳とのれんの川帳全部取り崩していきますからね。だから個別上 78,000 の利益に対して連結上は 54,410 の利益、それをね修正してきますので 23,590 の修正額になります。はい、ちょっとこっちの矢印知らなかったですかね、すいません、こっち矢印知らないですね。78,000の個別上の売却益から54,410の連結上の売却益に 23,590 修正していきますので、はい、ちょっとまとめていくと、まず親会社 P 社の当期純利益が16万でしょ。で親株利益と非株利益を合わせると1万1000、そこからのれの償却額を引くと220引いて17万780に、この個別上と連結上の売却損益の修正額23,590を引いてあげると、はい、147,190 になります。はい、3番いいですね。はい、ということで、まあ、ここちょっとね、難しかったんですが、
はい、ただ幸いなことにですね、選択肢が3なので結構ですね、わからない選択肢、わからない問題が出たときはね、3にされる方が多いので、ラッキーパンチで正解された方っていうのは実は多かったんじゃないのかなということはちょっと想定します。はい、ということで、まあ今回ですね、理論とやっぱり連結回帰の総合問題がですね、優しかったので、まあボーダーとして初めお話した通りですね、まあ140点あたりにはなるのかなと思います。はい、でただね、このボーダー予想はまだこうね、回答速報を作るにあたって問題を解いてですね、まだ受験生さんとかとですね、直接話をしたわけでもね、ほとんどありませんので、まあ、一応ねここまでの暫定的なですね、まあ私の感覚と、あとはね、ちょっと他の講師陣と話をして、決めたようなボーダーになりますので、またこの後ですね、まあいろんなですねリサーチの結果なんかが出ると思いますので、まあそこからねボーダーがね修正されると思う、可能性も全然ありますのでね、また皆さんはですね、アンテナを張ってここ数日過ごして、そしてですね、またおおよその自分のね方針というものをですね、その中で決めて、いち早くね、次の、アプローチにですね進んでいくようにしてもらえればいいのかなと思います。はい、まあ、いずれにしてもですね、本当に今日はね一日、長丁場でねお疲れ様でした、ね、またね少し休んで、気持ちをですね入れ直して、次に進んでいくようにですね準備の方をしていってください。はい、それでですね財務会計の回答速報動画で以上とさせていただきます。皆さん本当にお疲れ様でした。